全国津々浦々、かつて鉄道が通っていたという、廃線、は存在します。小野東京都北区赤羽にも、かつて軍事用の鉄道が通っていた支線の廃線跡があります。ここは北区立赤羽緑道公園。かつてここには赤羽貨物駅と陸軍の工場を結ぶ、軍用支線が通っていました。当時の航空写真を見れば、確かにここに線路があったということがわかります。現在の地図でも道路の形が明らかに鉄道のカーブを描いています。そして線路は緑道公園からさらに先の国立スポーツ科学センターのあるあたりまで続いていました。この施設は現在数々のオリンピック選手が訓練を行っています。公園を見る前に先に終点の軍事工場跡を見に行きましょう。ここにはかつて陸軍兵器補給廠という兵器の工場がありました。ここで一つ謝らないといけないのですが、工場の痕跡がこの広い西が丘のどこかにあるらしいです。なのでいつか見に行きます。今回は廃線跡にフォーカスして動画を作ります。ご了承ください。と言っても駅の面影は全くありません。現在テニスコートのあるこのフェンスの向こうにかつては駅がありました。テニスコートの横に石垣があったので、もしや、と思いましたがこれはどうやら駅とは関係ないようです。ここから緑道公園の端までは純度 100% の路地になっています。途中に病院が建設されたりもしており、廃線跡としての面影はこの特徴的なカーブだけです。途中に野生のインコがいました。この辺ではよく見られるみたいです。さていよいよこの先に公園が見られます。正面に見える住宅の右側をかすめてまた別の工場、陸軍被服本省への線路が続いていました。これについても今度動画を作ります。さていよいよ公園に到着しました。ここからずっと赤羽駅の方まで線路を模した舗装がされています。途中、トラス構造の鉄橋のようなものがあります。当時の航空写真を見る限り、ここに用水路などが通っていたわけではないはずなので、おそらく雰囲気を出すためのものでしょう。線路は途中、都道445号ときわ台赤羽線、通称板橋街道と交差します。この道路は古くからある道路ですが、かつてとは若干形が変わっています。この先、線路はこの板橋街道と概ね並行して赤羽駅方面まで進みます。しかしこの二つの道の大きな違いは傾斜です。鉄道は傾斜に非常に弱いため、ある程度なだらかである必要があります。鉄道はこの先緩やかに下っていきますが、この道路はこの先赤羽駅の手前で急坂を降ります。これは赤羽台の土地がかなりの高台にあることに起因します。後ほど比較しましょう。さて、道路を渡ると時計があります。風緑は蒸気機関車がモチーフとされており、ここに鉄道が通っていたということを感じさせます。ここから先は列車が赤羽台の地を駆け降りていきます。鳴らされているとはいえ結構な勾配であることが、右側の塀を見てもらえればわかると思います。少し進むと線路が上り坂になります。これはおそらく、この線路に対して横向きに通る道路を作るときに高さを合わせたものと思われます。それはこの先、線路としてはありえないくらいの下り坂になっていることからも想像されます。ここでは線路が2本になっているのですが、当時ここで列車の交換をしていたのでしょうか。ご存知の方がいたら教えていただきたいです。ほら、先ほど言った通り、階段8段分もの勾配を下っていきます。当時はもっと滑らかだったはずです。さてこの急勾配を過ぎると前方に鉄橋のようなものが見えてきます。これはかつて鉄橋として使われていたのでしょうか。答えはノーです。なぜなら当時ここに道路はなかったので鉄橋なんて作る理由がありません。やっと人が通れるくらいの道ができたのが60年代の出来事です。その時点ではすでに廃線になっています。ここにこのように立派な道路ができたのは70年代の話です。可愛い猫がいました。ここで廃線跡が公園として整備された緑道公園は終わりです。しかし線路はまだもう少し続きます。先ほど交差した板橋街道がこれです。とんでもない坂であることがわかると思います。この勾配の差が、廃線跡が緑道公園として残っている一つの理由であると思います。これは後ほど触れます。ここ一帯が空き地となっているのは鉄道用地だったからではありません。ここから高架の下に道路を通す計画があるためです。そして線路は赤羽八幡神社の参道へ続きます。この辺りのカーブは明らかに鉄道カーブです。この赤羽八幡神社は敷地の下を新幹線が通る変わった神社です。
この駐車場のあたりに、かつて赤羽貨物駅がありました。これまで追ってきた軍用支線はここを目指して走っていたのです。このフェンスより向こう側が JR の土地であることからもここがかつて貨物駅であったことがわかります。長々と歩いてきましたが、ここまでで廃線探訪は終わりです。この線路ですが歴史上3回活躍をしています。一度目は赤羽貨物駅と陸軍の軍事工場をつなげる目的です。当然これがこの線路が作られた理由です。なので、戦争が終わるとすぐに線路は役割を終えそうですが、実際には違います。戦後、赤羽台の陸軍被服本省と西ヶ丘の陸軍兵器補給省派米軍に接収されました。赤羽台と西ヶ丘の広大な土地が米軍に接収されている間、1950年に大きな事件が起こります。朝鮮戦争です。当時米軍はこれらの地を戦車練習場や住宅として使っていました。その時、特に朝鮮戦争時には、この貨物船は物資輸送のためにフル稼働していたとのことです。これが二度目の活躍。その後、月日は流れ、米軍に接収されていた土地は返還されます。ここでいよいよ線路の役割も終わりか、と思われましたが、そう簡単には死にません。戦争は終わり、平和の世が訪れたため、物資輸送をする必要がなくなったのは確かです。しかし、人は道具を使うのがうまい。この廃線は通勤通学の近道として利用されました。赤羽台や霧ヶ丘の住宅地と赤羽駅を結ぶ道として多く使われました。並行して通る板橋街道は車通りが多く、傾斜も急で、しかも赤羽駅の北にあった開かずの踏切のせいで渋滞していたという理由もあるでしょう。そうして住民の歩道と化した廃線は、正式に歩道として整備され、今の緑道公園になっています。グラウンドや公園なども作られ、子供たちがたくさん遊んでいます。その他にも犬の散歩や通勤通学など、赤羽の住民に愛される赤羽緑道公園。かつての日本陸軍を支えた線路は、現在、赤羽の人々を支えています。